日国区84式特殊輸送機国際区824式特殊輸送機または4式中型輸送滑空機は第二次世界大戦時に使用された大日本帝国陸軍の滑空機。試作名称は区8。連合国のコードネームはグースの地ガンダー。1941年陸軍に空8の開発を命じられた日本国際航空工業は 当初自社製の一式輸送機からエンジンと燃料タンクを取り去り膠着装置を改良したものを製作し、同年7月に試作機である実験用滑空機を完成させ実験を行った。実験後から同年12月にかけて改良を加えられ、翌1942年5月に陸軍航空技術研究所実験部による試験飛行が行われたが、 その結果改めて新規設計を行うこととなった。日国航空工業は笹尾洋造技師を設計事務者として新規設計による982の開発を進め、1943年5月20日に試作1号機が完成。同月22日に初飛行し、同年10月に量産が開始された。982は一時は四式中型輸送滑空機と呼ばれていたが、 1944年3月に4式特殊輸送機として正式採用されている。なお、4式中型輸送核空機は海軍名とする説もある。機体各部の生産は、日国航空工業平塚工場の他に、各地の防石工場などで行われ、それらの組み立ては主に各地の陸軍飛行場でなされた。この現地組み立てによって終戦までの生産数は619機に、 達している。また、福田系飛行機や日本小型飛行機でも生産が計画されていたが、実現していない。1944年9月には、西筑波飛行場の滑空飛行第一戦隊などに配備され、フィリピンへの物資輸送や敵航空基地への奇襲攻撃が計画されていたが、実際に行われたのはくわずかな物資輸送のみであり、沖縄の敵航空基地に突入する。 列号作戦を準備中に終戦を迎えた。また、海軍の空挺滑空部隊や特設空輸部隊も訓練用に本機を使用していた。なお、機体強度を高めた改良型のス8ーも計画されていたが、実機が製作されることはなかった。98i は、乗員2名と兵員、もしくは 1500kg の貨物を搭載できた。操縦席は、 並列複座で複操重装置を持つが、主操縦席はハンドル式、副席はスティック式操縦桿であった。9八通の設計は大量生産と生産工程の簡易化を考慮しており、主翼は木製ハフ及び合板張り、胴体は交換溶接フレームにハフりとなっている。操縦席は並列複座。着陸装置はお輪式で、主車輪は離陸後とおし、 着陸時は複列式のソリを使用した。なお、主車輪は回収して再使用された。主翼にフラップはなく上下面に開く空気抵抗板を取り付けていた。兵員20から24名、または床の留め金具を用いて41式散歩や小型貨物自動車などを搭載可能であり、機種部は大型搬送物の積み下ろしのため、 操縦席ごと右に90度折り曲がるようになっている。他に胴体左側に上院乗,乗降用の出入り口があった。栄航機は陸軍が97式重爆撃機を、海軍が96式陸上攻撃機を用いていた。982、ありがとうございます。